藍津藩家読みきまたは、藍津藩家よ、実るルは、藍津藩を編集方により編集発行された、藍津藩士であり、総合的な歴史書。初代、星名正幸の時代から七大藩主、松平広州までの藩政や、庶民の歴史を記している。全278巻。文化2年に六大藩主、松平広州が二十八歳で病死したとき、七大藩主となる。 松平広志衆はわずか3歳だったため、田中玄祭をはじめとする家老たちが、姿衆が成長したとき、会津藩のことを詳しく知ることができるようにと協議し、初代の星名正幸の誕生の行きさつから始まり、以降の様々な事柄を記録してまとめたものである。序文に売れは、文化8年から文化12年まで歳月をかけ、編纂に際しては、若松の藩長の記録をはじめ、江戸や、 諸役場、町、合村記録なども参考にした。寛永八年から文化三年まで176年にわたる膨大な内容は、星野末平の火星の出来事や、政治関連のことばかりでなく、町方と言われる武士以外の町人や農民たちの事件、犯罪、異常気象など、半当局にとっては、都合の悪い出来事なども、すべて事実を記載したと言葉書きにある。これが、 合図星名松平家の聖死と言われるゆえんであり、多岐にわたる内容から、同時代を知る一級資料となっている。近代以降に皇帝を加え出版されたものは、藍図藩界を未期刊本編纂委員会によって、厳密な皇帝がなされた、葛字本の刊行が進められ、昭和50年から随時、吉川博文館で出版され、全277巻を15冊にまとめた形で、 平成元年に完結した。さらに、1990年には、すべての項目を一覧に列挙した、合津繁華余実機構文が、歴史春秋社から出版された。ありがとうございます。